皆様お疲れ様です。小田急タイムです。まずはこちらをご覧ください。1893年頃、鹿鳴館です。この場所は現在どうなっているのでしょうか。左前方は1887年設立の帝国ホテルです。鹿鳴館があった場所は現在工事中でした。1893年頃の鹿鳴館、帝国ホテルの隣に位置する鹿鳴館跡。こちらは工事が始まる前の映像です。この場所で鹿鳴館の面影を残すのはプレートだけです。1883年、政府や貴族の社交場として建設された鹿鳴館。もともとは薩摩の装束屋敷。鹿鳴館は当時の外務大臣であった井上馨が不平等条約の改正を早める目的で建設。しかし井上馨の条約改正は失敗に終わり、鹿鳴館は1890年華族会館として払い下げられました。その後1927年に売却され、建物自体は1940年に解体されました。